ましておめでとうございます中野裕二の草コイン新聞社会人サークルを今年も始めていきますので何卒よろしくお願いいたします草コイン新聞購読視聴規約ここでね、この動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第一条から第七条の文を一語一句読み飛ばすことなくお読みください すべて承諾した人のみこの動画の続きを見ることができます LINE に登録してくださいねそして感想を送ってくださいステッカーを販売しております LINE でお問い合わせください令和3年1月4日月曜日草コイン新聞 FX 中野研究会いやー今年はねあのー、曜日の関係でですね お正月休みは3日しかないと3日っていうかね1月1日て2日3日しかなかったとで今日の4日からねまあ,あの会社始めという人がほとんどでしたねなので3日しか休みがないよということでねかわいそうだなと思いましたまあもちろん僕はねもう20年間21年,21年目21年間休んでますから まあねお正月休みなんてもういつもと一,一緒ですけどねねもうねずっと休んでますけどまあ会社行ったりする人はね本当大変だなと思いますね、こんな寒いのに、ね。で今日の松戸市はですねまあ,あのそんな寒くないです、朝からね朝から5度ぐらいありましたしね今年は雪も降りませんしあの、まあ、コロナで大変ですけども。も まあ、なかなかどうして、あのー、気温はいいですね。そして雨は年末にね、ざっと降りましたので、乾燥も和らいだって感じです。で、本日のお題なんですけども、あの、ビットコインね。<laughs> やばいな、これ。350万円とか言っちゃってるんですけど、360万円まで行ったんですよ。ふざけんなって、そんな。360万だって3年前は250万でしたよ。で、それの110万円。<laughs> アップでしたけどしかも3年,前は3年前は一瞬だけですよつけたのは250万円一瞬で200万とかに送っちゃいましたけど今回ずっといますもんね同じ値段にねそれで今ね 360万円を頭にしてどんどん下がってきました、ビットコインね。もう打ち止めです。ここで打ち止めです。そして、えー、ビットコインで儲けたお金で、いよいよ草コインが変わり始めてます。もうまた一緒ですね、3年前とね。そしてイーサリアムとか、なんと同時コインがね、もう 1. 点何円とかなっちゃってね、おい、同時コインって、同時コイン、コインって両替コインだったじゃないのと。 だからね、中野,中野,、まあ、僕中野先生、僕にね、えー、草コインの購入コンサルを受けてくれた人は、同時コインが残ってればね、今、億万長者になってるんじゃないかなと思ってまして、まあ今一度調べてください。で、リップルは、えー、やっぱり裁判の影響でね、えー、リップル人人負けって感じですね。で、同時コイン爆上げ、皆さん億万長者になってるかもしれませんよと。あと、ドルフ FX は極秘トレード中ということで、<laughs> <laughs> ネット見てみましょうということでございまして <laughs> ちょっとねペン出しますからねいや僕はねあのウイルスコロナウイルスにかかってないんですけどその前からねあ,のあれなんですよ花粉症とかの、ね、アレルギーなんですよねで、まあ、動物アレルギーで動物アレルギーなのに家にねペットがいたという、まあ、ことなんですか、まあんま今もいないんですけどね あのまあ、そういう環境にありました。それでね、だいぶね、体に蓄積されてしまってね、アレルギー物質がね、アレルゲンが。それで、ちょっと今、辛い状態なんですよね。<coughs> で、今ですね、あのー、仮想通貨見たいと思います。これは財布ですね、大阪の財布、財布と書いて財布と読むと、ね、財布と書いてお,お財布だと、まあ、そういうことでございますが、 えー、これは日足ですね。日足っていうのはね、一本の、一本のこの、あろうそく、ろうそく足ってん、ね、ですごいね、ろうそくが1一日分だってことなんですけども、まぁ、あ、ちょっとこれね、えー、例えば一時間足にしてみると、もう、サチュレーションを起こして頭ね、頭サチュレーションを起こしてると、まぁ、あ、いつもサチュレーションを起こしながら上がってはいるんだけど、えー、っと、360万手前、356万つけてから、 下がってるね、339万とかね。まあ、400万とか上がっていくかもしれないですが、いや、これどこまで上がるのって。ふざけんなって。ここだよ、ここだよ、250万、3年前。えぇ、ー、嘘、ここより上行くなんて誰も思わなかったし、爆上げですよ。ロケット上げですよ、これ。えー、これ、ビットコイン持ってりゃよかったじゃんって感じだよね、ただね。 うん、で、今細かく見てみると、1時間足とかで見てみますと、まあ、そろそろ打ち止めかなと、ビットコインね。ですっごい儲かったから、皆さんね、世界中の人がビットコインすっごい儲かったから、まあ、例えばね、例えばイーサリアムとかいうね、皆さん知らないと思いますけど、ビットコイン以外にも仮想通貨ってあるんですよ、イーサリアムとかね。 イ今、爆上げですからね。この2日間で爆上げですから。ねここれ、これが仮想通貨ですよ、これ。これ、これ、すごいでしょ ?1 時間足にしても。これはね、だから、ここら辺から爆上げしてますから、7万4千円から11万までね、爆上げしちゃってるから、これ平気でね、2倍、3倍っていくんですよ。それでですね、一番見やすいのは、これコインマーケットキャップってね、 検索すすると一番出てきますコインマーケットキャップが世界の仮想通貨全部出てますからねこういうい仮想通貨を仮想通貨の運賃を足りるんだったらこのコインマーケットキャップを一期一期す全てねこういうところが隅から隅まで、えー、これなんだこれなんだってね全部ね抑え込まないといけないとはいいうことで今見てこれ時価総額92兆4千億円になってるいつの間にか 僕が3年前、3年前ですよ。3年前に初めてビットコインが250、250万円ですよね。その時見ました。250万円。3年前ビットコイン250万円になった時の価格が時価総額93兆円だったんですよ。もう一緒じゃないですか。92兆4000億円って。だから、これ、ここ、ここからね。 ここから上行ったら、どこまで行くかわかんないですね。で、93兆円で引き返して、押していくかもしれないですね。今、正念場ですね。正念場。だから正念場怖いから、一旦利確してして、法定通貨に変える人もいれば、いやいや、まだまだこれからということでね、あのビットコインが上がりに上がって、えー、儲かったお金で、 えー、ビットコイン以外にも、あのー、何千種類ってあるんですよ仮想通貨って8164種類あるからねはいここにね書いてありますけどね仮想通貨の種類今8164種類で3年前は1000何百とかね1300とかだったんだけどもう8000とかなるともう無理ですからうんちく垂れられないですけど僕か、ね、いくらの YouTuber もねでし、あのー、取引所なんか3万4千あるんですよ 34,247ですよ。ふざけんなって、どこがなんだかよくわかんないと。いうことでございまして、えー、2位がね、堂々たるイーサリアムですね。イーサリアムは、ビットコインはバグが多いんですよねで。使いづらくて転送速度が遅いと。実際には使えないので、えー、デジタルゴールドって言ってですね、ゴールドなんかも重くて持ち歩けないでしょ。だから、実際には、 まあ紙に印刷したものをみんな持ち歩いたりしてるわけですよね。で、あの仮想通貨の場合もビットコインって実際に使い物にならないんですよね、これねあの。バグが多いし、不正も多いんですよね。あと転送速度遅いので、それをすべて改良したのがイーサリアムなんですよ。これね、デジタルプラチナっていうんですよ、これね。イーサリアムね。プラチナの色してるでしょ。で、こっちの方がいいんですよね。性能いいし、バグがないし、転送スピード速いし、 えー、他にもいろんなことできるんですよね。これが今上がってますと。一時ね、20万とか、まあ、イーサリアムって言ったら、まあ、ざっとね、一声20万あったんですけど、まあ、今10万、11万まで回復してますね。すごいね、万。一時ね、9000円ぐらいになっちゃったんだよね。うん、ゴミ見たくなっちゃったんですけど、11万1000だけどすごいね、これね。すごいです。36%アップね、24%。十4時間以内。だから、 やっぱり昨日、今日であの上がってますね。ビットコインを売却して36万な360万だったんで売却して、えー、これは草コイン買ってますね。まあだからビットコイン以外はもう草コインと思っていいんですよね。これねでその他まあテザー,テザーっていうのはあのドル,円ドル円と同じ価格に連動してるんでね。え こ105円になっちゃってますけど、いや、105円になっちゃってるけどこれね。本当は今103円ですからね、これね。あ、103円ですね。え、で、次、ライトコイン本当はリップルが、時価総額でリップルが3円に来なくちゃいけないんだけどね、このイーサリアムの下につかなくちゃいけないんだけど、もう売却がもう甚だしくてですね、え、価格も24円ということで、これはまあ、いずれ0円に。 0円になる可能性が非常に高くなってきているので、裁判が起きるからね。だから、ちょっと手放す人が増えてきたかなと。だから一人負けですね。で、ここにポルキャドットっていうのがあるけど、これちょっとよくわかんない。最近できたもので多分いいなと。で、ビットコインキャッシュはこれ1 50万円、これ50万あったからね。50万あったからね。今、4万6千円だけどね。 ビットグイン消費はこれからすぐ上がってくると思います。そんで、我らがカルダの枝。8位ですね。しかも24円38銭。えー、これ24時間で34%上がってるし、えー、48時間あ、1週間で43%上がってますね。3こう24時間で34%。1週間で43%上がってますと。ということでですね、カルダの枝はこれ一時ですね、 えー、これ175円ぐらいあったんですよね。うん。だからこれはまあ300円はいくと思いますよね。体の円だね。300円ね。そしたらまだ,、ま、だ24円なんですごくいいなと。チェーンリンクはまあ上がりすぎでだいぶ下がってきたなという感じですね。えー、でバイナンスコインは、うん、すごい上がっちゃったね。4200円ね、えー。これはいいとして。えー、ステラ15円、あんまり変わらないですね。 イオス三百二十円。これ上がりましたね。e オストロン三点三一ですね。C、C とネームが上がらないですね。そして V チェーン。V チェン二円六十二ですよ、これ。これ零点二とか零点一とかでしたよね。だいぶ二十倍とか二十上がりましたね、だいぶね。 はい。V チェーン、中野研究会でね、V チェーン持ってる人は今、億万長者になってると思いますので、今、確かめてください。そして、えー、気をつけなくちゃいけないのは、この同時コイン。同時コインは、両替コインと言われてまして、まあ、これ、投資するというより、両替のためのコインなんですけど、なんと、1円7円ですね。1円になっちゃう。これね、0.2円とかね、0.07円とかじゃないといけないんですよね。いつもそうだったんですよ。 それが1円を超えてますからちょっとねこれね同時コイン持ってる人も今私億万長者になってるかもしれないとストロングハンズも億万長者になってるかもしれないということでね今一度確かめてください中野,あ中野さんにね中野さんに草コイン買ってもらったなっていう人はえー、あやっぱり億万長者になってた私もねあの中野先生によって億万長者にしてもらえたんだなと約束を守る人だったんだなと。 まあそういうことはね、まあ、一度確認していただきたいと思いますし、まあ、すでに確認の仕方の方、わかんなくなっちゃったという人は、またね、お電話でご一報いただければ、また会いに行きますのでね。で、私の YouTube の動画解説欄の真ん中のあたりにですね、携帯電話の番号が載ってますので、まあ、LINE でもいいですよ、今一度お電話くださいね。 はい。ということですね。いや、すっごいな、これ、イーサリアムがすごいね。イーサリアムね、持ってる人僕知ってるんですよね。東京にいるんですけど、間違ってイーサリアムいっぱい買っちゃったっていう人がいたんですけど、いやー、どうしてどうして、どうしてどうしてイーサリアム。ただ、イーサリアムはね、これ高い時期があったから、これね、一週間単位で見ると、 えー、まだまだね、こういうとこ、こういうとこ、19万まで <laughs>、ね、一番高いのも20万ですから、えー、例えばこういうところで買っちゃったら、13万で買っちゃったとかね、15万で買っちゃったとか唯一はまだ11万じゃないかってなるしから、あのーまあ、まだまだ持ってた方がいいですね、これ、まあ、50万とか100万、まあ、ビットコイン、こういう可能性あるよね。だってもうあの 物がいいからね、技術がいいのでねロ、ロシア人が作ったんですよ、これね。ロシアのプログラマーが作ったんですけど、若いね、10代、今も20代になっちゃったと思いますけど、うん、そう天才暗号家なんですよね、そいつがね。なので、イーサリアムは、イーサリアムは <laughs>、本当にいいです。で、えー、カルタネーダっていうのは、イーサリアムを共同開発した、 人が、えー、分裂してですね分裂して体のダってのを作ってたんでベースはイーサリアムなんですよ体の枝もねでイーサリアムの悪いとこを補ったのがカルダの枝なんでどっちかって言ったらカルダイダの方が値段は上がるはずなんだけどイーサリアムの方が多分発行枚数を制限してると思うんだよね はい、それとですね、えー、まあファイナンス見ると、ヤフーファイナンス見ると、まあ、日経平均はマイナス196円ですね、196 40円40えー、ということで、経済活動停滞を懸念というか、まあ,あれですよね、その日本における、日本というか東京と1と3県のえー、と緊急緊急急だっけ緊急避難、 が発令されるということで下がったんじゃないですか、これ、まあ、発令されるみたいですね、明日とかさてにね。だから困ったもんですよね。緊急事態宣言が発令されると、まあ、また多分、あの、ま、給付金もらえるといいね、1人10万ね。まあ、半分の5万でもいいからね。あとは、中小、中小零細企業、法人だったら200万、えー、個人事業主100万、それをまあ半分ずつ。 100万の50万。あり得るよね。本当にね、あのー。本当に助かります。ということでね、あのー、今回は、あのー、もしね、仮想通貨で儲けようと思うのであれば、今からだったら、まあ、ビットコインやめて、イーサリアムとか、まあ、できればカル,カルネイダの枝がいいと思いますよ。ただ、カルネイダの枝は日本で買えないんで、 日本の取引所どこで探しても買えないのであのあのあのバイナンスで買わないといけないねでバイナンスで買うためには日本の仮想通貨取引所どっか一か所でも開設して、まあ、ビットフライヤーでいいと思うんですけどで開設したら、えー、ビットコインを送金しないといけないねあ,のあそこにねバイナンスにねそして買わないといけないちょっとちょ,ちょっとこう難しいんだね送金がね間違,間違っちゃう人多くて 大、えー、金を失ってしまう人が多いのでね、また相談してください。はい。で、ドル円 FX は極秘トレード中ということなんで、ま、ああのー、まあ、今年はね、ライブはま、あ一切やめることにしました。ライブ、YouTube ライブはもうやめることにして、LINE グループを、うん、ベースにやってます。で、極秘トレード中ですね。長野研究会の人だけでリアルタイムでやってます。 で動画あのチャートの解説は動画で、えー、限定公開っていうかねいうことで長野、えー、研究家の人に、えー、見てもらって、えー、あとは、えー、リアルタイムで LINE グループで、えー、撮れる中ということになりますなのでね皆さんにはもうドルや FX でタ、ね、<laughs> だで儲けてもらうことはできなくなっちゃったんですけど ま,あまた、結果、結果はね、ああ集大の結果とか、突きたいの結果は、YouTube の動画でね説明すると思いますのでね、楽しみにしてください。それでは、本年一発目の動画はこれで終わります。どうもありがとうございました。失礼します。